本日はお忙しいところご参加いただきありがとうございます。多分、まあ、普段、身近に感じることはないと思いますけども、そのニュートリの、言葉だけ聞くことは何度かあったかと思うんですけど、それがですね、まあ、一般の役に立つようなことにつながるというのはまだまだ将来のことだと思いますけども、ここに挙げてますように地球の成り立ちだとか宇宙の物質の起源だとかっていうのは非常に大きなスケールの話をするときには、そこここで重要な役割をしているということで、まあ、その、どういうふうにニュートリノが、こういう宇宙だとか地球だとかっていうところに登場するのかというのと、まあ、それを研究するのにどういうチャレンジが行われているのかというのを紹介させていただきたいと思います。一応イントロということでニュートリノがどういうものかとかっていうことも紹介させてもらいたいと思いますけども、ニュートリノっていうのは素粒子の一種です。でここにこれだけの数の素粒子がすでに発見されているわけですけども、左の1群が、物質を構成する素粒子と言われるものです。で右の1群が、力を伝える素粒子と言われるような1群です。でニュートリノがどこにいるかというと、ここのところに3つ並んでいるこれニュー E、ニューミュー、ニュータウというのがニュートリノです。で実際に私たちの体を作っているのはアップクォークとダウンクォークの電子だけでできていますので、大部分の素粒子というのは多分馴染みのないものだと思います。でこのニュートリノの特徴というのは電気を帯びてないためにですね、地球なんかというのは非常に簡単にすり抜けてしまいます。だいたい1光年とか2光年の鉛を並べてやっと止めることができる、そういうような非常に透過力の高い素粒子です。でこのニュートリノというのは宇宙にじゃあどういうふうに存在しているのかということを紹介させていただきます。実際いろんなだったらニュートリノが放出されてますけども、例えば我々が見ることができる宇宙の大きさというのは、まあ、このぐらいですか、半径で465億光年、その中に、どのぐらいの量の、例えば、まあ、物質の代表として、まあ、私たちの体を作っている素粒子の一つの代表として電子というのを挙げてみますと10の80兆個あるそうです。多いと思うか少ないと思うか、なんとなく少ない気もしますけども、まあ、この程度しかないわけですね。それに比べてニュートリノっていうのは10の89兆個あります。9桁多いんですね。だから宇宙はニュートリノでできていると言っても過言ではない。で実際にもし非常に感度のいいニュートリノ検出器があったら、皆さんもニュートリノで輝いている、皆さんの体自身も実はニュートリノをたくさん放出しています。で、まあ、こういう我々が知っている素粒子というのが宇宙の中でどのぐらいのエネルギーの割合を占めているかというと、実は 5% にしかなっていないということで、残りは何だろうかというような素朴な疑問というのも現れています。今日はあまり立ち入ることはないですけども、宇宙を構成しているエネルギーの内訳というのを書いてみますと、今紹介した物質というのが 5%、 我々が知っている素粒子というのは 5% です。残り 27% というのは暗黒物質といわれるような、多分素粒子の一種なんだけども、我々がまだ知らないタイプの素粒子じゃないかというふうに考えられます。で残り 70% ぐらいに至る暗黒エネルギーというのはもうさっぱりわけのわからないものなんですけども、本来こう物を掘り上げると必ず減速してそのうち落ちてくると、まあ、落ちてくるかどうかというのはスピード次第ですけども、引力というのが働いている限り減速しか本来しないはずなんだけども、ビッグバンでボーンとぶちまけられた宇宙というのが加速しながら膨張しているというのが見つかって、どうしてそんなことが可能なんだろう、重力しかないのに何が起きているんだろうというのがこの暗黒エネルギーのそもそもの疑問の始まりです。今日はニュートリノが、まあ、こういうところ一部に関与しているということで、紹介させていただきたいと思います。で、今度はですね、宇宙の歴史というものを見ながらニュートリノがどこで登場するかというのをちょっと簡単にご紹介させていただきたいと思います。で、宇宙というのはインフレーションというもので始まったというふうに言われています。宇宙の総転移というものによって宇宙にエネルギーを一気に作り出すわけですね。でそのエネルギーをもとにビッグバンと言われるものが起きます。これが物質をたくさん作ります。でこのビッグバンの時に、この N と書いたのも実はこれから紹介する新しいタイプのニュートリノなんですけども、ニュートリノです。このニュートリノが崩壊することによって、我々の体を作っているような物質が作られたというふうに考えられています。その後銀河を作って、まあ、星をいっぱい作るような時には、暗黒物質というのが重要なんですけども、これもニュートリノが原因じゃなかろうかというふうに言われています。で、いろいろ元素を作るにあたってもニュートリノが重要ですし、あるいは今現在の太陽の活動状況を観察しようと思ったら、例えば太陽から来るニュートリノというのを観測するのが、有効です。あるいは地球の中を観測しようと思いますと、まあ、いろんな方法あるかもしれない。地震で観測してもいいんですけども、地球の中にどういう成分があるかというのを直接見るのは
割と難しいんですね。それに対して地球なんか簡単に通り抜けてしまうことができるニュートリノっていうのを観測すると、地球の内部の活動というのが見えるんじゃないかというようなことを今日は紹介させていただきます。そしてもう一つが、まあ、今日の話のテーマとしては、宇宙の始まりに非常に密接に関係しているようなことと地球の中を観測することができるという、そういうことについて、ご紹介したいと思います。で、このニュートリノ、先ほどちょっと紹介しましたように、何でも突き抜けてしまうということで、これを観測するのに最適な場所、まあ、宇宙にたくさんニュートリノがあるからといって山の上に登って宇宙に近づくというのは実はあまり得策ではありません。地上ではですね、宇宙線ミューオンと言われる、大気中で作られた素粒子が大量に降り注いでます。それが実験の邪魔になりますので、できれば地下に潜る。地下に潜るとニュートリノは簡単に突き抜けてきます。まあ、我々の別の興味として暗黒物質なんかっていうのも、地下にどんどん突き抜けてきます。宇宙線ミューオンというのは、岩盤にぶつかって止まってしまいますので、地下に潜るとニュートリノだとか暗黒物質だとかそういうものが観測しやすい環境ということで、我々は地下に行くわけです。で、ただ地下に行っただけではダメでして、ニュートリノというのはそもそも反応してくれないわけですから、なかなか反応してくれないわけですから、それを観測する装置というのは巨大でなければなりません。これは、東北大学が推進しているカムランドの、絵ですけども、上の方にちっちゃく人間が映っています。直径18メートルの球形タンクと、このぐらいの大きさのものを用意しないとニュートリノは観測できない。直径18メートルの球形タンクというのは、東京の都会の方はちょっと見ることないかもしれない、都市ガスのタンクとかってですね、ウグイス色のタンク、あのぐらいのサイズのものを地下に鎮座させないといけません。で、もう一つ重要なことがありまして、地下に潜ってもですね、岩の中に放射性不純物がいっぱい入ったりしてますから、それが実験の邪魔になりますので、放射性不純物を極力取り除いた環境を作るというのが重要です。ということで、我々、日本の中でですね、一番活気のある地下の研究室施設というのは神岡、元神岡鉱山というのがあった地下トンネルを使うわけですけども、我々が推進しているカムランド、スーパー神岡で、あるいは重力の波を観測するようなカグラ実験、カグラっていう観測装置が建設中ですし、暗黒物質の探索装置だとかっていうのが、まあ、本当にアリの巣のようにいろいろこう掘り巡らされたトンネルのそこここに、設置されている状況です。こういうところで我々観測しています。で、ちょこっとカムランドの、歴史というものを紹介させていただきますと、もともとはノーベル賞を受賞された小芝先生というのが神岡でというのを、1982年だったと思いますけども始められました。で、非常に大きな成果が出たということで、東京大学が主に中心となって運転していた実験装置ですけども、よし、我々の実験の手法はうまくいったということで、もっと大きなものを作ろうと、スーパー神岡でというのを作ったわけですね。で、東京大学は1996年からスーパー神岡でを運転しているわけですけども、もちろんこれ自身、梶田先生のノーベル賞ということで非常に大きな成果を上げました。ところがですね、東京大学にとって、神岡でというのはもはやスーパー神岡でを作った後は、不要な邪魔なものだったんですね。で、そういう状況で東北大学の、先生がどういうふうに考えたかというと、じゃあタダでくださいと。で、実際我々タダでもらいます。で、タダでもらってそのまま実験したら当選勝負にならないので、どうやったかというと、東京大学が大きさを20倍にするっていうんだったら、我々大きくはもうできないわけですから、これを100倍にしてやろうということで、性能を格段に向上することで勝負することにしました。で、ちなみにスーパーカミオカンデの大きな成果を受けて、今東京大学を中心にどういうことが考えられているかというと、さらに大きくするハイパーカミオカンデ計画というのが進んでいます。ちょっと悪意を持って言うと、なんかこう大きくばっかりしていくというのもなんかちょっと芸がないなという気がしないわけでもないですが、もちろん非常に重要な実験なので応援をしておるわけです。ございます。で、応援をするのには実は理由があって、それは後ほどちょこっと出てくるかもしれません。で、非常に有名なスーパーカミオカンデと、我々と東北大学が推進しているカモランド、何が違うのかというのを簡単に紹介しますと、基本的に、水と油の関係です。彼らがチェレンコフ光という光を観測するのに対して、我々はシンチレーション光というのを観測するんですけど、ざっくり言って発光量が100倍ぐらい多いというのが、先ほども言った我々の実験の特徴です。同じ信号を見ますと、カムランドとスーパーカミオカンデ、カムランドの方が100倍明るいわけですから、まばゆいばかりの信号を受けるわけです。じゃあ何ができるか。
東大が監査、ごめんなさい、スーパー神尾鑑定が観測できるものはもちろんカムランドも観測できるんだけども大きさで負けてしまってますから、スーパー神尾鑑定が観測できないようなより暗い信号を観測するということで競争するということをやっているわけです。で、もちろんニュートリノの研究の中で21世紀に入って大きく花開いたのがニュートリノ振動の研究だったわけですけども、ニュートリノ振動の研究いろいろなところで行われてまして非常に大きな成果を上げているわけですけども、特徴的なことを言いますと、ニュートリノ振動の研究に一番適しているのは実は人工のニュートリノです。なぜかというとどれだけニュートリノを作ったかというのがよく分かっているし、どういう素性のニュートリノかというのが分かっているからです。で、スーパーカミオ鑑定を中心とする東京大学のグループが着目したのは加速器ニュートリノと言われるものです。これは陽子を一生懸命加速して、ぶつけてパイ中間子を作って最終的にニュートリノを作る、ニューニュートリノというのを作ります。1日にかかる電気代数千万円だそうです。非常に高価な実験なわけですね。エクスペンシブと書きました。それに対して東北大学が着目したのは何かと言いますと原子炉です。実は日本というのは非常に強力な原子力発電所をたくさん持ってました。今ちょっと残念ながら稼働してませんけども、で、もし我々が国内にある原子力発電所を我々のために運転させようとするとどのぐらいのお金がかかるかというと1日70億円ぐらいかかります。ところがこの70億円をですね、ありがたいことに東京都民とか大阪府民が知らない間に払ってくれてるわけです。我々のニュートリノはノーチャージです。電荷を持ってないという意味以外にももちろん意味があるというのは分かっていただけると思うんですけども、なので我々はお金は使わずに頭を使って研究するというのを目標しています。でもう一つ重要なことがありまして、この、原子炉から来るニュートリノのタイプ、先ほどニューイー、ニューミュー、ニュータウと3種類あるという話をしたんですけども、ニューイーというタイプのニュートリノが非常に実は面白くて、太陽から来るのもニューイーだし地球の中から来るのもニューイーなので、このニュートリノがどういうふうに振動するかっていうのをしっかり捉えておかないと太陽の中を解き明かすことはできないし地球の中を解き明かすこともできない。で実際じゃあ我々はこれを解き明かせたのかというと、解き明かせました。で梶田先生のノーベル賞受賞理由はニュートリノ振動の発見ということだったんですけども、実際にはニュートリノ質量の発見といった方が適切だったと思います。ニュートリノ振動のデータを非常に端的に表しているデータを取ることに成功したのは実は東北大学のカムランドです。ニュートリノ振動っていうのはニュートリノが減ったり増えたり飛行しながら減ったり増えたりを繰り返すから振動っていうんですね。で実際に東北大学のデータは、減ってたものが増えたり減ったり増えたり減ったりというのを2周期にわたって繰り返していました。でもちろんスーパーカミオ鑑定梶田さんたちの実験も同じような、ニュートリノが変化するという証拠を捉えたので十分な成果なわけですけれども、このニュートリノが飛行中に変化をするということが、特別な意味を持っています。で、まあ、素粒子の世界特殊相対性理論というのがよく出てきますのでこれを例にとって言って説明してみますと、特殊相対性理論に従いますと質量がゼロのものというのは光の速度で飛行することになります。で実は光の速度で飛行すると時間が止まってしまうというのが、特殊相対性理論の面白いところです。古い映画で猿の惑星なんていうのがありましたけど、宇宙船のような高速のもので飛行しているとその人の時間がなかなか進まないので、その人が不時着した実は地球だったんですけども、地球というのは随分時間が経って猿が支配している惑星だった。でまあそれの軽いことはそこら中で起きてまして、飛行機に精度の高い時計を乗っけて飛行すると時計遅れます。あるいは GPS なんていう衛星っていうのはちゃんと非常に高速で動いているということを補正しないと時間がデタラメになってしまいます。でまあ時間が止まると何が期待されるかというと、自発的には性質が変わらないということが期待される。年を取らない、振動はしないということになるわけです。もちろん振動を観測したわけですから、我々は数学の言葉でいう対偶というものを使うことによって自発的に性質が変わることを発見したので、時間が止まっていないということを証明したことになります。それはすなわち高速ではないということを証明したことになって、質量があるということを証明したこと。ニュートリノ振動、あるいは梶田先生の場合は大気ニュートリノ、遠くからやってくる大気ニュートリノが減ったように見えるということを証明され観測されたわけですけども、まあ、そのような実験事実というのは、ニュートリノに質量があるということの発見につながったわけです。でこれ自身非常に重要な意味を持ってまして、実は素粒子の中に標準理論といわれるようなもうあらゆることを本当に上手に説明できる理論があるわけですけども、その理論ではニュートリノの質量をゼロと仮定していましたので、それが覆されたということで、修正しないといけない。
それはすなわち我々がまだ作り得ていないですけども、皆さん素粒子の研究者が目指している大統一理論の入り口に違いないということで非常に大きな成果だったわけです。実はこれと別の意味で、ニュートリノ質量の発見は大事だったというのが今日の話の中で重要な意味合いを持ってきます。で、実はニュートリノ質量があるとニュートリノはディラックニュートリノなのかマヨラナニュートリノなのかというのをどちらかを選択しない、二者択一でどちらかを選ばないといけなくなります。で、どちらであるかはまだ我々はもちろん知らないわけですけども、もしニュートリノがマヨラナニュートリノと言われる種類のニュートリノであったとすると、まあ、これからまたちょっと紹介させていただきますけども、宇宙素粒子の大問題解明につながるということで、梶田先生のノーベル賞というのは宇宙素粒子の大問題解明へ一歩踏み出したという意味で非常に大きな成果だったというふうに言います。ということでちょっとこのカムランドを紹介しつつ、まずはですねニュートリノを使って地球の内部を見るというのはどういう意味なのかということを紹介させていただきたいと思います。でカムランドというのはこういう実験装置ですけども、真ん中に光素粒子が反応すると発光する油が入っています。その周りに、大きな光センサー光電子増倍管というものが張り巡らされている、こういう実験装置。でこの実験自体は、国際共同研究ですけど主に日米で、共同で研究をしております。で、先ほどから言っておりましたように地下にある、直径18メートルのタンクがドーンと据えられております、まあ、これがその様子です。岩盤の中に直径18メートルのステンレスのタンクが設置されています。で、低放射能にしないといけないというのが我々に課せられた至上命題だったわけですから、一生懸命我々は何をしたかというと掃除をしまくるわけですね。これステンレスタンクです。我々研究者ですからいろんな種類の洗剤、洗浄方法というのを、試しました。その結果分かったことは何かというと、別に利害関係はないですけども、キッチンスポンジとマジックリンを使うというのがベストの結果です。で、もちろん研究者ですからどれだけこう磨けば掃除したことになるかというのを全員定義しましたので、結果として我々がどれだけこう手をゴシゴシ動かしたというのも計算できたんですけども、なんと 1000km にわたってこうゴシ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 しながら完成したのが我々のカムランドといわれる実験装置です。本当に綺麗な装置が出来上がりました、まあ、こういう、ちょっと点点点と見えているのが直径50センチの光センサー、それがだいたい2000本ぐらい張り巡らされているというような実験装置です。でその中に大きな直径13メートルの風船を入れます。でこの内側に光る油、外側は光らない油を入れることで完成するわけです。でこの油というのももちろんきれいじゃないといけないんですけども、どうやったかというと、これ非常に簡単でして、スーパーカミオカンデの人は水を使ってますが、水が非常にきれいな水を作る技術を持っています。で彼らはいつもきれいな水を作ったと自慢するわけです。実は、水と油で不純物というのは水の方にとても溶けやすいんですね。10億倍くらい溶けやすい。だから彼らの水をちょっとだけくすねてきて、水で油を洗うということをやると、彼らよりもさらにきれいな油を作ることに成功したということで、発光量は100倍大きい、不純物は100分の1であるという高性能な実験装置が完成したわけです。でこれを何に使うかといいますと、もちろんニュートリノの観測に使うわけです。最初は原子炉ニュートリノの観測をしてニュートリノ振動というのを発見したわけです。でもちろんニュートリノ振動の研究を続けたかったわけですけども、残念ながら東日本大震災によって国内の電子炉ほとんど止まってしまいました。でも我々苦境をチャンスに変える頭を使って研究するということに長けてますので、何をしようと思ったかというと、原子炉からニュートリノが来ないんだったら他から来るニュートリノを見ればいいじゃないかということで地球に着目するわけです。ちょっと地球について、あまり詳しいことは説明できないですけども簡単に紹介したいと思います。地球というのは、まあ、太陽系と同じ頃と思うと46億年ぐらい前に宇宙の塵が集まってできたものです。で宇宙の塵といったときにどういう塵だったかというのは当然興味があるわけ。で地球を研究している人たちは、どういう塵が出てきたのかというのを実はまだ知らないんですけども、まあ、何かしらの宇宙の塵が集まって地球ができました。で地球を一旦ドロドロに溶かすということが必要になります。ドロドロに溶かさないと我々が今知っているような鉄のコア、鉄の核、ケースを主体としたマントル、そして、いろんな元素に富んだ地殻といわれるものを作ることができないわけです。で実は隕石をただ降り積もらしただけだとどんどん積もって
隕石がぶつかったところは熱くなるんだけども、すぐに宇宙に放熱してしまいますので、簡単には地球を溶かすことはできないんですね。地球を溶かしたのは誰かというと、実は地球のこの塵の中に入っていたウランだとかトリウムだとかカリウムといった放射性不純物と言われるものです。だから地球の今の形を作ったのは実は放射性不純物なんですね。それがどれだけあるかというのを我々は実はよく知らないんです。宇宙の塵を理解できていないからです。で一方、例えばこの鉄のコアの中の外殻の部分というのは液体の鉄でできているというふうに考えられていますけれども、それが熱を運搬することで対流しているんですけれども、その対流によって地磁気というものが作られています。で太陽から太陽に降りつける太陽風、これ太陽風自体は非常に有害なものですけれども、それからそれを全部弾き飛ばしてくれている地磁気というものは、もともとは熱を使って、鉄を対流させることで生み出しているわけです。もしこの地磁気がなかったら、紫外線だとか X 線というのが地表に大量に降り注いできてしまいますので、生き残ることができるのは地下で研究している我々だけということになります。困ったことにですね、この地磁気というのがだんだん弱くなってきているということが分かっています。あるいは過去に遡って見てみると、何度も北極は今 S 極なんですけども、 S 極と N 極が反転していたということが実は、海嶺などにテープレコーダーのように記録されているんですね。で、まあ、今現在、今現在というか最近の1820年から1980年ぐらいの間にかけて地磁気がどういうふうに変わってきたのかというのを見てみますと、どん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 弱くなってきます。でこのままずっと延長していくと1000年後ぐらいに地磁気がゼロになるんですね。1000年後に生き残れるのが先ほどの話だと私の子孫だけということになってしまうわけです。でこれは多分1000年後に N 極 S 極が反転する可能性があるのかもしれない、よく分かってないわけですけども、そもそも対流させているエネルギー源が何かというのをちゃんと理解できてないので、それを理解する必要があるのではないかということが今の研究の中の重要なテーマの一つです。ということで、地球の中にどういうものが地球を作ったのか、地球はどうやって溶かされて今の形になったのか、地磁気を作っているのは何なのか、あるいは地震とか火山とかっていうもののエネルギー源は何なのか、すべて地熱です。地熱の理解が地球形成や地球のダイナミクスを解明する鍵であるということが言えるわけです。この地熱は先ほど来言ってますように放射性不純物というのが主たるものだと思われています。でウラン、トリウム、カリウムというのが崩壊をするわけですけども、その過程で、これここに書いてメブって書いてあるのはエネルギーですけど、エネルギーと同時にニュートリノを崩壊します。なので簡単に言えることは、このニュートリノの量を見てやると地熱がどれだけ作られているかっていうのが自動的に分かるでしょうということになる。こういうことに思い立ったわけです。でこのアイデア実はすごく古くてですね、1953年、実はこのライネスさんというのは、ニュートリノを世界で初めて発見した研究者です。でこの人の実験に対してガモフさんというこちらも有名な研究者なんですけど、ガモフさんがイチャモンをつけるわけです。お前が観測しようとしているのは原子のニュートリノじゃなくて地球ニュートリノなんじゃないかと、これが地球ニュートリノということに、が記録に残っている最初のアイデアです。で、これがちょっと読めませんけど汚い手紙がライネスさんに送られまして、ライネスさんがどう返事をしたかというと、即座にライネスは非常に優秀な研究者でしたから、地球の中から出てくる熱流量というのを知っていたので、その熱流量を作るためのニュートリノは少ないはずだから、そんなことはありえないというふうに返事しました。言いたいことは、当時は地球から来るニュートリノを観測するのは不可能であるというふうに考えられていたわけです。ところが、50年以上経って、どんなふうになったかといいますと、当時の実験装置が1400リットルぐらいです。カムランドというのは1200立方メートルです。で当時の実験装置は地下12メートルに設置されたためなんですけども、今は地下1000メートル、あらゆることが桁違いに良くなったおかげで、実は2005年に、地球ニュートリノを観測できるということを初めてカムランド東北大学の実験が、実証しました。これはニュートリノ地球物理という新しい学問の創出です。ということで、非常に、注目されまして、東北の会社なので新聞社なので、ありがたいことに新聞の一面トップに登場している、あるいは、もうちょっとフェアにはネイチャーの表紙を飾ったぐらいだったらフェアかもしれない。
で、さらに例えば、スタンフォード大学の有名な地球を研究している先生によると、我々の成果というのは This is not an evolution but a revolution 発展ではなく革命だと美しい英語で紹介してくださいました。でこの後どうなったかというと、もちろん研究我々続けてるわけで一生懸命研究しててこんなことが分かりました。地球から染み出してくるエネルギーは47兆ワット。世界中の原子力発電所から作っているエネルギーの40倍ぐらいです。47兆ワットという熱を地球は放出しています。そのうちの実は20兆ワットぐらい、21兆ワットしか、作ることができていないということをニュートリノ観測によって発見しました。何が起きているかというと、地球はどん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 冷えていってるんですね。でもちろん地球が冷えているということは当然分かっていたことなんですけども、実験的に初めて証明することに成功しました。でそうこうしていると何が起きたかというと、原子力発電所が止まってしまったわけです。で、危機をチャンスに変えるわけですけども、何をするか。この緑色が原子力発電所から来るニュートリノで、このちょっと小さく見えている黄色が地球の内部から来るニュートリノです。原子炉が動いている限りは地球ニュートリノの観測が難しそうであるというのを分かっていただけると。これ横軸カレンダーで原子炉の活動状況ですけども、2011年の境にドーンと活動が止まっているわけです。これが現在です。原子炉のニュートリノはほぼ韓国から来ているのみ。なので地球ニュートリノも非常に観測しやすくなりました。で、じゃあということでデータをどん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 蓄積していますと、横軸原子炉の運転状況で、縦軸がニュートリノの観測量で、原子炉が運転すると当然たくさんのニュートリノを観測するんですけども、原子炉が止まっている状況でもニュートリノが観測できているというのが地球ニュートリノですね。止まる必要はなくって接点を見るだけなので、こういう直線を引ければいいわけですけども、この点が今原子炉が止まっているために非常に高精度になってきたというのが分かっていただけるかと思います。でどういうことが分かってきたかというと、これがまだその最新というほどのデータではないんですけど、こういうことが分かっています。地球を研究する手法には物理学的な研究手法と化学的な研究手法がありますけれども、物理学的な研究手法で予測した答えがここにある。横軸が熱流量で、縦軸がニュートリノのフラックスです。で地球の化学的な研究はこの緑か青で、カムランドの答えというのはこのグレーのバンドのところにいます。まあ、なんとなく緑が答えっぽいなというふうになってますけれども、それがどういう意味を持っているのかというのをちょっと紹介させてもらいますと、この地球物理学者が言うモデルは、マントルが大きく対流していて全部がきれいに混ざって一様なマントルですというような主張です。それに対して化学者の主張というのは、マントルは層構造で対流していて不均一なマントルですという主張です。で我々の答えというのは不均一なマントルを支持しているので、マントルは一様に対流してませんと、マントルがどういうふうに動いているかということにヒントを与える。あるいは緑と青の違いは何かというと、緑は炭素質コンドライトと言われる宇宙の塵が地球を作ったというような理論です。青はエンスタタイトコンドライトと言われるような隕石が地球を作ったという理論です。我々の主張は多分炭素質コンドライトの方がそれっぽいですねというようなことになっています。で、ということで地球の、地球がどういう隕石で作られたか、で地球が今現在どういう活動をしているかということがニュートリノ観測によって分かり始めている。非常に新しい東北大学がリードしている研究分野でして、同じような研究というのをイタリアでやっていて、これからカナダで立ち上がろうとしていて、中国も参加しようとしています。で東北大学はまたさらに新しいアイデアを持っていまして、海の底にカムランドのさらに大きなものを沈めていろんなところに行って研究をしてやろうというような計画も立てているというような状況です。で、これが一つ目の話題だったんですけども、ちょっと時間がもしかして押してたら申し訳ないんですけども、もう一つの話題、最近我々が特に力を入れている宇宙素粒子の大問題解明に向けて、ニュートリノはディラックニュートリノなのかマヤラナニュートリノなのかを決着つけたいという研究についてちょっと紹介させてもらいたいと思います。で、その中でも特に宇宙素粒子の大問題の中でも特に重要なものとして、宇宙物質有性というものを一つ紹介させていただきたいと思います。まあ、このぐらいのものが宇宙素粒子大問題としてよく取り上げられるものですね。ニュートリノは軽いのはなぜか、なぜ質量を持っているか、で宇宙に物質だけがある、あるいは暗黒物質って何だ、暗黒エネルギーは何だというような、そういうようなことです。でちょっとこの宇宙物質有性について紹介させてもらいたいんですけども、宇宙は138億年前にできたというふうに考えています。
でその時に起きたのはインフレーションと言われるもので、とりあえずよくまだ詳細は分かってないんだけども、水蒸気が水になる時にエネルギーを出します、あるいは水が凍る時にもエネルギーを出す、こういう総転移と言われるものでエネルギーを作ることができるので、真空の総転移でエネルギーを作ることができるということで、エネルギーを作ることは何かしら可能だというふうに考えると、今度は先ほどの特殊相対論でもあったようにアインシュタインさんの理論でE イコール MC の2乗というのがありますけれども、エネルギーは質量に、置き換えることができます。すなわちエネルギーさえ与えられれば物質を作ることができる、これがビッグバンと言われるもので、これよく聞かれたものじゃないかと思います。でも素粒子の理論ではビッグバンの時に何ができるかということに対して非常に強い制限を与えます。粒子と反粒子は同時に同数作られて出会うと消滅する、これが素粒子の理論です。何が期待されるかというと、結局真空から何か作るんだけど、ビッグバンで作るんだけど、みんな出会って消えてしまうので何も残らないというのが素粒子の理論が期待するところです。もちろん間違ってるわけです。我々ここにいるんだからそんなわけがない。なぜ我々はここにいることができるのでしょうかというのが宇宙素粒子の大問題の中の一つ、宇宙物質優性の謎と言われるものです。でこれを考えるにあたってニュートリノというのが非常に重要な役割を果たします。で、素粒子の理論、今先ほど言ったような理論というのは実は、特殊相対性理論 と、量子力学を組み合わせただけで作られる理論なんですけども、例えば、物質を構成する素粒子というのは4つの状態を取り得ますということも同時に教えてくれます。4つの状態というのは非常に簡単でして、電子とその反粒子である陽電子、それぞれが進行方向に対して左に回転する状態と右に回転する状態を取り入れますと、それで4つです。ここに書いてる4つですね、左に回ってるか右に回ってるか、電子か陽電子かということです。それに対してニュートリノというのは実は左に回転するニュートリノと右に回転する反ニュートリノしか発見されていません。これ実は不思議でして、先ほどずっと前の方でニュートリノは光の速度より遅いということを説明したわけですけれども、左に回転しているニュートリノを高速よりも遅いんだったら追い越すことができるんですね。左に回転しているニュートリノを追い越すと、これ実は右に回転しています。これ誰なんでしょうということです。ということでそれを説明する理論が2つあって、先ほど出てきたディラック博士のニュートリノとマエラナ博士のニュートリノです。マエラナ博士のニュートリノっていうのはニュートリノを追い越すと反ニュートリノになりますって言うんですね。非常に分かりやすいんですけども、そうするとここの空席を埋めることができません。マエラナニュートリノの場合にはこの空席に無理やり新しいタイプのニュートリノを入れないといけなくなって、それが一番最初に出てきた大文字の N と、ギリシャ文字のニューに対して大文字の N と書くニュートリノです。マエラナニュートリノであったら大文字の N と言われるニュートリノが必要になるということです。でこの大文字の N というのはすごい大活躍をします。なぜニュートリノに質量があってニュートリノだけ質量が軽いかということをシーソー模型という理論によって説明します。なぜ宇宙に物質だけを作ることができるかというのを、重いニュートリノの崩壊で説明できるんですけども、簡単に言うとニュートリノを追い越したら反ニュートリノに変わるということは、粒子と反粒子が入れ替わってしまったので同数を作ったということに意味を持たなくなってしまうんですね、ニュートリノの場合に限って。なので物質をちょっと多めに作ることができるというのが、重いニュートリノの活躍の一つです。でもう一つは、宇宙初期には、たくさんの粒子と反粒子が作られたんだけども、差し引きすると10億分の1ぐらい減った状態で粒子が残ったというのが、この理論です。暗黒物質というのは5倍ぐらい粒子に対して残っていますので、きっと同じ理由で作られたんでしょうねということで、実は重いニュートリノっていうのは、この大文字の N のニュートリノっていうのは暗黒物質の原因にもなったというふうに考えられています。あるいはもう難しいので説明しませんけども、標準理論というのは非常に複雑な集合でできているんですけども、大文字の N を導入すると一つの集合でピタッと理論が構築される、大統一理論が構築できるということで、大文字の N というのは理論的にもあってほしいし状況的にもあってほしいということです。じゃあこの大文字の N があるかどうかを究明しようと思ったらどうしたらいいかというと、ニュートリノがマエラナニュートリノであるということを証明すればいいです。それはニュートリノとは追い越したら反ニュートリノに変わるということを証明すればいいんですけど、どうやればいいかというと、ニュートリノと反ニュートリノに区別がないということも証明なので、ニュートリノ同士をぶつけて消えてなくなるかどうかというのをやれば
まあ、原理的にはいいんですけども、そもそもニュートリノがなかなかぶつからないものなのにニュートリノ同士をぶつけるなんていうのはもうほぼ不可能なわけですね。ところが自然というのは非常に親切です。二重ベータ方解核というちょっと特殊な原子核は原子核という非常に狭い空間の中にニュートリノ2個同時に作ります。10のマイナス15乗メートルの中にニュートリノを2個同時に作ったらそれは出会いやすいですよね。出会って消えてしまうかどうかというのを調べればいいというアイデアに立ったわけです。このアイデア自体は実は非常に古くて1939年にはすでに提唱されています。で実験はずっと続けられているんだけどもまだ誰も発見していない。でどういうのが信号かというと非常に簡単でして、ニュートリノが出た場合にはエネルギーを持ち逃げしますので、横軸エネルギーを取ると持ち逃げしてしまうので低いエネルギーで観測されるんだけども、持ち逃げしなければある決まったエネルギーで観測されます。これを探すのが我々の目標です。でどうやればいいのかなんですけども、二重ベータ方解核を持ってきて、たくさん持ってくればたくさん持ってくるほど感度が上がっていきます。縦軸を下に行くほど感度が高いというふうに思ってもらったらいいんですけども、感度を高めていくためには何をするかというと、二重ベータ方解核をどんどん増やしていく必要があります。10キロ、100キロ、1トンというこういう世界です。なんでかというと、半減期といわれる、まあ、素粒子の寿命、二重ベータ崩壊をする寿命というのが10の26乗年とか10の27乗年とか宇宙の年齢よりも長いので、10の26乗個とか10の27乗個という原子核を持ってこないと実験ができないということで、大量の物質が必要になるわけです。で大量な物質を一箇所に集めてつぶさに観測するとよりいい研究ができるわけです。で我々お金を使わずに頭を使う研究者ですから、はたと思いつきました。大量のものを入れる放射能が全然ない環境を我々持ってるじゃないかと。それがカムランドです。カムランドの中に小さな風船をぶら下げて、この中に、まあ、キセノンという原子核を導入してやると、キセノンを買うだけにお金を資本集中できるので、ライバルに打ち勝つことができるんじゃないかと思い出しました。ライバルは実験装置から最初から作らないといけないんです。これが大きな違いです。でカムランドというものを使う利点というのはいろいろあるんですけども、すでに稼働してますから低コストで迅速である。で非常に大きな液体シンチレーターの層を持ってますので、バックグラウンドが簡単に特定できる。で液体とかガスだけを使うので純化が可能。あるいはキセノンというものが原子核なんですけども、キセノンを抜くことができるのでオンオフができる。あるいはこういう探索、陽子崩壊とか二重ベータ崩壊とかいろんな探索、常に問題になるのは見つからなかったらどうしてくれるのって話です。見つからないことは五分五分、あるいは8、2かもしれないですけども当然あり得るので、見つからなくても実験が無駄になっては困るので、二重ベータ崩壊の研究をしたいんだけども、それ以外もちゃんと研究しないといけない。幸い我々は地球ニュートリノ観測で世界をリードして非常に大きな研究テーマを掲げている、マルチパーパスであるという特徴を持っています。でもう一つが拡張性が高い。風船のサイズを大きくすればどん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 感度を高めていける。でこれだけのことを言って実際に我々は実験をしてみたわけです。でちなみにこの実験にはカムランド全という命名をしましたけども、日米共同研究、外国人は漢字が大好きなのでとりあえず全という名前を。これには非常に丁寧に意味は込めてるんですけども、まあ、ゼロニュートリノの略というのは二重ベータ崩壊、ゼロニュートリノダブルベータディケイと言ったりします。禅というのはクワイエット、宗教的な意味でクワイエットですね。でカムランドが成長していくということで、カムランドのその後というような意味を出しました。キセノンを使うので、これゼノンと呼びますけども、ゼノンを使うので禅と言いました。もう一つは、まあ、禅の気持ちを書いてみたんですけども、禅とは無の境地で悟りを開き、宇宙の真理を知ることにある。これがうまいこと物理に合うんですね。カムランド禅とは極低放射能で、ゼロニュートン2ベータを発見して、なぜなぜ我々がなぜ宇宙に存在するのかという宇宙の真理を知ることになる。これだけの気持ちを込めて実験をしました。で2009年に開発を開始しまして、まあ、いろんなことリハーサルだとか開発だとか徹底的に集中的にやりまして、東北大学が誇る西沢センターというスーパークリーンルームで、もう極低放射能を実験しないといけないですから、もうこのフィルムを一生懸命洗うんですね。フィルムしか使えませんから、フィルムを洗うことが至上命題なわけです。で、人海戦術でカムランドの中に導入しました。これちょっと見にくいかもしれないけど、こういうふうに風船の形があるんです。でこれが実際に中に入った様子で、チューブがつながってますけども、背景がここで屈折しているのを見てもらうと、小さな風船が中にいるなというのが分かってもらえるかと思います。
で我々は先ほどカムランドはこんな強みがあるんだと言ったうちの低コスト迅速というのをまさに証明しました。2年間でここまで到達した。でその後実際にデータを見てみると我々が信号を期待するところにすごい変な信号が出てしまいました。これ何も知らなかったら信号と思ってしまう可能性があるんですけども、これは実は多すぎでして、何だったかというと残念ながら福島の原発によって、飛び散った放射性不純物の中の110メタステーブル銀というのがカムランドの中にちょっと紛れ込んでしまう。実は1000個ぐらいの原子核が入っただけで我々はこんだけクリアに信号を捉えます。で、まあ抑制のバックグラウンドを発見したんですけども、我々の強みといってさっき言ったのがそのまま全て生きてきます。バックグラウンドを特定できました。110銀でした。キセノンを脱皮してオンオフ測定して、キセノンがなくても信号が出るということで、これは我々が探しているものではないということも証明できました。で液体と油だけしか、油と水しか使ってないので純化ができますよと言ったことを実際に実践してみて、1年半かけて純化したところ山がなくなりました。なくなったらもちろん残念なんです。我々が求めているものがなかったわけですから。だけど間違った情報を伝えるよりよっぽどいいわけですね。でどうなったかというと、これが世界のライバルとの競争状態です。世界のライバルはこの辺でもたもたしています。カムランドはたった2年でここまで行ったわけです。2年プラス2年くらいですかね。世界を5年ぶち切りでリードする形で我々は研究しています。で現在何をしているかというと、ごめんなさい、それでどういうことが言えたかというと、我々がメリットと言っていることをほとんど全て実証して、次は風船を大きくするということに挑戦しております。で何をやるかと、あと多目的というのはもう言うまでもなくですけども、風船を大きくするというのは非常に簡単なことなので、ただ頑張って作ればいいと。まあ、実際には簡単でなくって3年かかったんですけども、まず西沢センタースーパークリーンルームは信用ならないので、スーパークリーンルームを掃除するところからですで、掃除を繰り返すんですけども、これが前回、これが今回、これを見て専門家はいろんなことが分かります。重要なこと、群がっていない、人間が一番汚いんですね。人間がこんな近寄っているようでは話にならない。近寄らないようにするために装置を導入します。もうちょっと目がいい人が見ると、この人は眼鏡しかしてないけどこっちの人ゴーグルしてますよね。顔が露出してるのは絶対ダメです。もうちょっといい目の人が見ると、この人の手袋一重だけどこの人二重にしてるねって思うからです。でさらにはこの人はクリーン下着を着てるし、この服は1日に2回クリーニングしてるし、どんどん分かってくるわけです。ここまで徹底的にやって我々は風船を完成させまして、導入しました。でこれが実際に導入された様子、まあ見てもよく分かりませんけど、とかこの辺にこう境界がありますかね。10倍きれいにすることに成功しました。で、キセノンというのを今入れてました。実は先ほどの実験は380キロ入ってたんですけども、今745キロ正月まで潰して、もう皆さん 3交代で24時間体制でずっと作業して入れ終わったところです。でこれから、最終段階でもデータを取り始めればいい状況にいますので、これから何が期待できるかというと、我々今ここまで感度が上がってきたんですけども、もうちょっと進んだらですね、理論の予測があるんです。理論の予測があること、すなわちそこに答えがある可能性が高いわけですね。我々の新しい装置が動き出すと理論を検証することができます。大発見がもしかしたらあるかもしれないので、ぜひご期待いただきたいんですけども、我々はここで止まるつもりはありません。まだこのさらに次を行く研究計画を持っています。今度はちょっとお金がかかります。カムランド自体を高性能化することを考えております。でさらに、まあ、ここまでは現実にちゃんと予算申請をしたいというつもりで考えているんですけども、もうちょっと夢もあります。東大がハイパーカミオカンデを作るというならば、我々にスーパーカミオカンデをくれるようなスーパーカムランド計画というのを持っております。でまあ、こういうことで、トップランナーを走っていまして、先ほどの改良というのは非常にシンプルでして、光センサーの周りに鏡を例えばつけてやると光量を増やすことができます。これお金がある人だったら光センサーを2倍の量にすると思うんですけども、光センサー1個60万円ぐらいしますけども、この鏡2万円で光センサー1個分に相当します。だから30分の1に契約して我々は実験をした。まあそういうことをいろいろやってまして、開発は非常に順調に進んでおります。順調に進んでおります。ちょっとすいません、多分時間がそろそろ終わっちゃうのかと思いますので、もう終盤に入ってあります。我々の実験は、まあ、これから5年間ぐらいカムランド全800、まあ、ちょうど動き始めた計画を続けて、その間に並行して準備を進めまして、ちょっと将来遠くなってしまうと2026年ぐらいから改良された実験装置で実験を始めたいというふうに考えております。
どんなことを期待しているかといいますと、ニュートリノというのは非常に身近に感じにくい粒素粒子ですけども、これそのことによって実験が非常に困難な実験です。どういうことかというと、ニュートリノは1930年に存在が予言されました。実際に発見されるまで26年かかっています。ニュートリノ振動は1957年に予言されました。実際にカイサさんが発見するまで41年かかっています。二重ベータ崩壊は1939年に予言されました。もう79年も経ってるんですけども、これ投砂級数か投比級数か分かりませんけど、なんかそろそろって感じがしますよね。2000年、ちょっと伏せ字ですけど、なんとなく想像してもらって証明するとしたいということです。ということで、いろいろ紹介させていただきましたけども、東北大学のカムランド、あるいはカムランド前というのは、地球ニュートリノ観測だとかニュータリノのマイルナ性検証でトップランナーを走っています。引き続きご支援のほどよろしくお願いします。以上でございます。